ってきました。トミカリミテッドヴィンテージネオ NSX タイプ R ですね。まあ、高級トミカなんですけど、初めてですね、このシリーズを買うのは。1995年式ホンダ NSX タイプ R、 ボディカラーはイエローですね。64分の1です。まあ、箱はこんな感じですね。リアゲートが開きます。まあ、リアゲートというか NSX の場合はボンネットになるんですけどね。対象年齢15歳以上です。トミカとはだいぶ違いますね。じゃあ開けていきます。ドキドキしますね。見えますかね。よいしょ。はい、ここが開きました。これは、初見表ですね。ピント合わないかな。こういうのが入ってます。じゃじゃーん。こういう感じですね。さすがに高級感が漂ってますけど、よいしょ。エンジンフード開閉可能です。で、中にオープナーですね、入ってます。で、開け方の説明ですね。ピントが合わないかな。あとは横には何もないですね。で、本体です。ちょっと場所が狭いんでですね、こんな感じですね。よいしょ。ちょっと片付けましょう。そしてこれですね。ピント合ってますか？ちょっと近すぎて難しいですかね。あの中のバケットシートは感じいいですね。後ろはこんな感じです。ミッションケースとかオイルパンとかマフラーもきっちり再現されてますね。足回りは簡単なモールドですけど、後ろはどうやって固定してあるのかな。これ
前を外したら取れるのかな。純正のホイールもきっちり再現されてますね。こんな感じですよ。どうもこのカメラは近くのピントが合いにくいですね。なところで NSX タイプ R です。Thank you.